先月27日、高知市の愛宕商店街の事務所で作業を行っていたのは、高知商業高校ジビエ部の部員3人です。ジビエ部では、野生の鳥獣による被害を地域の課題と捉え、鹿やイノシシの肉を活用した商品の開発や販売を行い、被害を受けた森林の保護活動を支援する食育に取り組んでいます。今年4月からは食育活動とともに地域課題の解決にも力を入れようと、空き店舗が増える高知市の中央卸売市場での商品販売を行うなど、さまざまな形で活動を進めています。そして今回新たな取り組みとして、愛宕商店街で子ども食堂を開くことにし、この日は午前9時から準備を進めました。提供するのは鹿肉を使ったカレーライス。鹿肉の他にも県産のナスやジャガイモがゴロッと入った食べ応えのある一品で、子どもでも食べやすいよう甘口に仕上げ、サラダとゼリーがセットになっています。ジビエを今まで食べたことがある方で、もし抵抗感がある子がいたら、やっぱり抵抗感をなくすきっかけにしてほしいし、今まで食べたことがないのであれば、新たにそのジビエって美味しいんだなっていうのを気づくきっかけにしてほしいなと思います。子ども食堂は午前11時に開店。最初は人通りの少なさに苦戦し、大きな声で呼び込む場面も。いらっしゃいませ、高知商業高校ジビエ部です。子ども食堂をやっています。いかがですか。しかし正午頃になると、車で前を通っていたという家族連れやジビエ部の活動を知っていてよく足を運んでくれる人などが訪れ、大人も子どもたちも美味しそうにカレーを食べていました。いつも食べるカレーのお肉とここで食べたカレーのお肉、どっちが美味しいですか。すごい鹿は硬いイメージだったんですけど、すごく柔らかくて美味しかったです。最終的にはそのジビエに対する抵抗感がなく、ジビエに対して肯定的なイメージを持っている、そんな世の中を作るというところにつなげることができたらいいなと思っています。高知商業ジビエ部では、明日高知市役所にあるレストラン千段の木で子ども食堂を企画しています。